皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。我が魂の賛美では毎回素晴らしい音楽アーティストを任して音楽と楽しいトークとお届けしておりますけれども、今日も素晴らしいアーティストをお迎えしております。暑い夏ですけれども、夏にぴったりのアコースティックなサウンドを楽しんでください。それではどうぞ最後までお楽しみください。
はい、ということで、本日のゲストは、ゴスペルフォークシンガーの神山美沙さんです。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に素敵な、透き通るような歌声と、必死なんですいつも。本当に毎回あの歌った後はもうなんか全てがなくなったみたいな感じの、それだけ思いを込めて演奏してください。はい、毎回必死に歌っています。はい、あの1曲目の、はい、タイトル形のないものっていう、はい、これはどういう思いがこもってるんですか。はい、本当に目に見えない愛、まあ、神様の愛を歌っているんですけども、うん、きっとみんなこう神様を知らない人たちも神様のその見えない愛を感じているはずだなというふうに思って、うんうん、で、まあ、そういう見えない愛を本当にいつか見ることができるようにという、まあ、願いを込めて、歌っています。すごいなんか来ましたよ。あ、そうですか。はい、形のないものをどうして、ね、信じることができないんだろうって、はい、自分自身もなんかそういう、うん、まあ、形のないものなので時々不安になったりとかするじゃないですか、うんうん、でもやっぱりその神様の愛は目に見えないけど感じる時に本当にこう満たされるというか、うん、そういう本当に神様の愛は確実にあるっていうふうに思うときにすごく強くなれるので、なんか本当それを伝えたいなという思いで、はいはい、今、神山さんは、ゴスペルフォークシンガー、はい、先ほど自分で肩書きを作りました。まあ、フォークのスタイルで、うん、まあ、ゴスペルを伝えていくということですね。そうですね、まあ、いろんなところで歌って、まあ、シンガーソングライターですって、はい、ずっと10年ぐらい言ってきたんですけども、10年終わったときに、あ、ちょっともうちょっと分かりやすく自分の肩書きがあったらいいなと考えたときに、ゴスペルでフォークを歌っています。いいですね。フォークでゴスペルを歌っています。いや、でも本当に分かりやすくて、はいはい、でそのゴスペルをこう歌い始めたっていうきっかけっていうのはいつからなんですか。そうですね、まあ、子供の時から教会にいましたので、はい、賛美っていうのはずっと歌ってましたけど、うんうん、東京に出てくる前までは本当に音楽は自分の中で趣味だったんですよね、うんうん、でもなんか出身が栃木、はい、栃木の宇都宮で、はい、趣味で歌ってました。そうなんですか。はい、でも東京に出てきて、はい、まあ、プロを目指そうという、まあ、なんとなくの思いで東京に出てきたんですけども、うん、その中でやっぱり歌う意味みたいなものをやっぱり必要になっていくじゃないですか、うんうんうん、続けていくために自分はなんで歌ってるんだろうって思った時に、なんか自分の体を持って神様の栄光を表そうって、まあ、御言葉がある通りに、なんか自分もそう思って、なのでそこから多分自分の中では変わったかなと思います。はい、その時から自分の書く曲ももう少し変わってきたんですか。そうですね、メッセージとか。そうですね、なんか常に神様を意識しながら、うんうんうん、なんか一見普通のなんかこうラブソングに聞こえたりとかするものもたくさん私の曲はあるんですけど、うん、本当神様のそのエッセンスが必ず入ってるものにしたいなっていうのは常に思っていて、それをまあ歌っています。はい、美沙さんは被災地に何度も行かれて、はい、そうですね、それで演奏してっていう、で僕もなんかずっとあちらに住んでるのかなっていうぐらいに思ってたんですけど、ね、本当にもう月に何度も行かれてますね。月に、まあ、自分の中で2回は確実に行くっていう、まあ、はい、目標があってずっと行ってるんですけど、まあ、震災後すぐ、まあ、仲間が福島県のいわき市にたくさん行って、うん、まあ、彼らに会いたいってい う, もう思いがずっともう止まらなくって、で1週間後ぐらいですね、知り合いが運転してくれて行くことができたんですね。まあ、そこからまあ支援活動みたいな感じで、まあ、本当に小さなものですけど働きを始めて、まあ、最初は物資を持ってったり、うん、途中から炊き出ししたり、まあ、音楽は私あんまりやらないんですね。まあ、あ、そうなんですか。はい、本当に人と喋ってる中で、うんうん、じゃあ1曲歌いますかね、うんうん、みたいな感じで人の前で歌ったりとかしますけど、あんまりこうなんか被災地コンサートっていう形ではあんまり、まあ、自分の中で計画できないだけなんですけども、うんうん、なんか会いに行きたいっていう思いでいつも動いていて、そういう中で、まあ、活動しています。はい、僕その、YouTube かなんかで、ね、はい、映像で流れたその会いに行くよっていう曲がすごく感動したんですけれども、はい、なんか
仮設住宅だったかな、はい、いろんなところ訪問しているような映像も入ってて、そうですね、あれも本当に、知人が岩手県の方にいる友達がいて、はい、まあ、彼女に連絡して、じゃあ一緒にその海辺 の, あ の, その被災地に何かしに行こうということで、うんうん、その合流して一緒に行ったんですけども、まあ、その中で本当にいろんな奇跡が起こったりとかして、はい、ちょっとね実は泣いちゃったんです。あれ見て僕泣きましたよ。そうですね、本当にあの神様が本当にこう津波よりも大きな愛をこの日本に、うん、注いでるんだなってなんか思って、うん、私たちも何かする、自分たちがするっていうよりはなんか神様がとにかく私たちを 通ってくださいっていうイメージで行ったんですけども、うん、はい、じゃあ2曲目なんですけど、そうですね、その曲を、その曲をじゃあ歌っていただけますか、はい、歌いたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。Oh,
行くよでした、本当に、この曲のようにですね、私の中では今でも会いに行くよっていう思いがいつもあります、私は思うのが、イエス様はいつも本当に私たちのそばにいて、私たちのために祈ってくださっているお方だなということです。東北で本当に、苦しむ一人一人のそばにも神様はいて、そして祈っておられるんだなと思います。私も少しでもそのイエス様のようにその真似をして、本当に私が行って出会った人のそばに、少しでもいることができたらなと思うし、またこれからも会いに行き続けたいなと思います。もう一曲、お届けしたいと思いますけども、You are special という曲です。本当に私たちがどんなに罪を犯しても、またどんなにどんな過去があっても、どんなちっぽけでも、神様から見たら私たちは高価や尊い存在であるということを、この歌を歌うときに私も改めて信じることができます。私の目にはあなたは高価や尊い、神様がそういうふうに私たちに言っておられることを、私は信じてこれを歌いながら伝えていきたいなって思います。 You are special、 聞いてください。 Youあなたは宝石のように素晴らしい。 You are special、 あなたを作られた主が語るから、You are special。
ありがとうございました。ありがとうございました。2曲続けて会いに行くよと、はい、You are special、はい、本当に僕聞いてて本当にね鳥肌が立ってあの初めてですよ。すごいびっくりした。必死です。まだすいません。いや本当鳥肌立っちゃってあの感動しましたね。あの会いに行くよっていうあの曲は本当にその言葉の通りに実際、はい、あのミサさんがもう本当に会いに行っている姿を何度も見ていてそれでイエス様のようにあの本当に会いに行ってるっていうことにすごく感動しました。いや本当にこの歌は結構前に作ったんですよ、はい、あそうなんですか。実際ははい、本当に海外のアフリカとかあとその戦争の中にある子どもたちをなんか思いながら作った曲だったんですね。でもなんかちょっと重すぎて自分で歌わなかったんですけど、うんうんうん、なんか震災後にこう自分の中に思い出されてきて、あこういう曲あったなと思って、あ今この曲歌う時なのかなって思って、うんうん、あの歌い始めました。僕はてっきりもう本当にその震災の後に ね作った曲かと思ってたんですけど、はい、よくそう言われるんですけども、はい、結構私はそのリアリティの中で作れないんですよね。なんか例えば苦しいことがあっても、はい、乗り越えた後じゃないと作れなかったりするので、うんまあ、震災直後は全く曲を作るような気持ちではなかったし、うんうん、ただやっぱりそうやってあの歌う曲をちゃんと用意されていたんだなと思って、うんはい、そうですか。そうですね。これからなんか活動のビジョンとかってありますか。もうなんかそうですね、各地で、はい、ライブをしていきたい、まあ、なんか自分のなんかその縁のある場所というか、はい、なんかすごく自分がこうよく行く場所とか、うん、その思いが強くある場所っていうのがいくつかあるんですけども、はいまあ、そういうところでこう今までは東京でしかあの自分のワンマンライブというものをやったことなかったんですけども、うんうんうん、あなんかそういう各地に行って本当に自分の歌をたくさんこうちゃんと一つの作品というか贈り物として届けられたらいいなと思って、うん、あのワンマンライブツアーをしようと思って、すごいですね、はい、で今度、まあそうですね、あの東京からスタートして、はい、新潟そして福島と続いてやっていきます。で、まあはい、いろんなところでさらにやっていこうと思っています。はい、もう車で行くんですか。そうですね。とりあえず運転あの免許を取っちゃったので、はいはい、去年の10月ぐらいに取ったんですけど、あ取ったばっかりです、はい、もうでもそれでも1万キロぐらいも走ってます。、はい、じゃあもうこれからはもっと遠くにもあのそうですね、なんかでもやっぱりなんかこう全部行きたいんですけども、はい、なんか自分が出会ってなんかこうそこでこう人間関係をこう深めながら、うんうん、こう身を結ぶようにライブもできたらいいなと思って。じゃあこの番組をきっかけにお便りなんかくだされば、ね、いや本当にもう行っちゃうんです。行っちゃいますね。私とりあえず会いに行くようなので、はい、ぜひぜひ皆さん、はい、あのお便りくださいって感じですね。 お願いします。お待ちしています。はい、結構実は反響があって、はいはい、地方の番組、はい、地方で番組見てくださってる方からお便りがあったりして、もう私フットワークだけは軽いのでもうどこにでも会いに行きますので、お願いします。ぜひ皆さん、はい、声かけてください。ぜひ、はい、あとはこれからの活動のいろんなビジョンっていうのはあるんですか。はい、なんか 前に、はい、なんかすごく武道館ライブっていう、そうですね、言っていましたね。はいはい、今もそれは今もそれは心の中にあるんですけども、はい、なんか次のその一歩みたいなそのイメージがないまま震災に入ってしまって、うん、で震災の今は本当に東北に思いがすごくあるので、うん、東北に今は行く時なのかなと思って、うんうん、とにかくそれを今はしたいなと思ってますけども、まあ、自分が生かされてる間には武道館に立ちたいと思います。いや、はいね、ちゃんと明言してそれを言葉にしてね伝えることで夢を叶えて、そうですね、言ってるなんかすごく励まされます。いやまあ夢なんかあんまり私も夢とか見るようなタイプじゃなくて、うん、失敗を恐れるタイプだったので、うんうん、夢とか言っちゃったらできなかったらね挫折になっちゃうじゃないですか、ね、そんなの嫌だなって思ってたんですけど、はいはい、ある時からあ夢を与えられてるのにそれを言わなかったり、うん、捨てちゃったりするっていうのは神様に失礼だなって、うんうん、で神様は何でもできるお方だから、だから神様がそれをくださるんだったら夢をくださるんだったらそれに向かっていく姿勢を神様に見せなきゃと思って、はい、なんか僕一時期なんかこう、
夢に向かって進んで、はい、でもなんかこうその夢が全部崩れたように見えて、うん、でそれで自分も諦めてたのに、はい、なんかそういう時に実はその後に本当に神様がその夢を叶えてくださるということがあって、はい、だからなんかその武道館もなんか今はねちょっとこう次のステップでちょっと武道館は考えれないって言ってるんですけど、はい、なんかもうパッと神様が実は備えてくださってるような感じがして。そうですね、なんか神様の計画ってどういうものなのか多分全部はまだ全然わからないんですけども、はい、とにかくなんか一歩一歩神様に従っていきたいなって思って、うん、その先にあるのかなっていう期待をしてますけど、ね、いや本当に楽しみです、はい、期待して、ねはい、ワンマンライブをはい、今は各地でやってワンマンライブ、ね、いつかはいそうですね、はい、やりたいですね、各地でやって、はい、ぜひこれからまあ、最後になるんですけれども、はい、ミサさんにとって賛美とは賛美まあ、どういう、はい、まあ、自分の歌うものはなんか賛美になっているのかなってちょっと昔は悩んだんですよね。んなんか証のようなものが多いというか、はい、伝えたいという気持ちだったりとかそういうものが多いので賛美になっているかなって思いながら悩んでた時期もあったんですけど私にとって賛美はやっぱ本当にこう神様を本当に考える時というか、うん、その一対一で神様の前に立たされる時っていうか本当に神様の前に立たされて見上げる時だなと思います、うんうん、はい、で賛美、うん、みんなのステージの前に立った時も常にこう、やっぱり神様っていうのを意識して常に意識してるというか本当に人の前に立たされてる時こそ本当神様の前に立たされてるような気がします、はい、今お前は嘘じゃないなってその言ってるのは嘘じゃないなってこうなんか見られてる感じで嘘じゃないですみたいな、はい、もう素直に丸裸になってる時っていうか、はい、そういう感じがしますね、はい、なんか喜びがないと賛美ができないので、うん、本当歌う前は本当喜びをくださいっていつも祈りながら、はい、歌います。ぜひ、はい、これからも各地でその喜びを伝えて、はい、そうですね、多くの人に感動を届けてください。はい、はい、また来てください。はい、よろしくお願いします。はい、番組を見てくださっている皆さん本当にありがとうございます。CGN テレビでは、皆様からの、この番組に対する、いろんな感想ですとかまたリクエストを、お受けしております。日本 CGN テレビの、ホームページから、アクセスしていただいて、メールをくださるかまた、お便りでも、お受けしてますのでどうぞ、どしどしと皆さんのご意見を、ください。そして、毎週、楽しい音楽とトークを届けていきますので続けてこの番組を応援してくださればと思います。それでは次週また、お会いしましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。